どうもハルマニアです。みんなで作るアニメランキング結果発表、イエーイ。はい、ということで、その先日好きなアニメトップ5をそのコメント欄に書いてくださいっていう、そんな感じの動画を出したら想像以上にその反響をいただいて、集計時点で合計1万票以上もの投票をありがたいことにいただいて、少し大変でしたが集計の方が無事終わりましたので、そのランキングを今回皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、このチャンネルではいつもおすすめアニメ紹介やアニメランキングの動画を上げてるので、見てみたい方がいましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではランキングを どうぞ。それでは、まきはこれにして、早速ランキングの方を見ていきましょう。で、一応今回その50位から全部発表していくんですけど、まあ、動画の尺的に僕のコメントはどうしても短めになってしまいますが、その点だけはご了承ください。それではまず記念すべき第50位。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。まさかの断末が50位。この後のランキングがやばいことになりそう。ていうかもう本当にすごいことになってるんですけど、まあ、そうですね、その断末は3期の放送が7月から始まるので、すごくすごく楽しみでございます。頼むから延期にならないでくれ。続いては同着で48位。ダーウィンズゲーム転スラで48位にそのダーウィンズゲームが入ってるっていうのは結構びっくりしたし、その2期を期待してるって人も結構多そうなんで、まあ、その今度2期はなんでこの間のシリーズで取り上げようって思ったっていうのと、転スラに関してはその僕自身は正直そのそこまでガチガチに好きってことではないんですけど、まあ、もうちょい人気度的にも上なのかなと僕的には思っていたので結構意外でしたね。46位K-ON で同着でサイコパスで、 K-ON は正直そのもっと上かなと思っていました。で、サイコパスはそのやっぱりその、まあ、1期2期かな、3期はそのもちろんまあ最後までは見ましたけど、そこまでそのハマりきれなかったっていう、まあ、声も多いと思うし、僕自身もそうなので、やっぱあの2人がサイコパスなのかなと僕的には思っております。44位暗殺教室同着でダーリン・イン・ザ・フランキス。ダリフラ来たー、もっと上かと思った。でも02が可愛すぎる。そして13話のエースが最高すぎる。10位。42位ヒロアカ同着で僕らはみんな可哀想。そうですね、そのヒロアカはちょっとまあこのランキングで多分唯一かな、多分唯一その僕自身全く見てないアニメなので、正直ちょっと何も言えないんですけど、まあ、僕らはみんな可哀想については何かしら別の動画で今度詳しく紹介するか語ろうかなと僕自身考えております。41位魔法少女マドカマギか。そのマドマギが41位か。その平成を代表するアニメの一つ、そんな作品がこのマドマギだと僕的には思ってるし、そうとまあ結構言われてるので、まあ、マドマギがその41位っていうのはかなりその意外というか、その20代ぐらいには最低でも入ってるのかなと僕的には予想しておりました。41位鈴宮春日の憂鬱。いや、これはちょっと低いな、うん、これはちょっと低いぞ、うん、まあその見てない人が意外と多いのかなっていうのはこれを見て思いましたが、ここからまあ本当にこの春日から今の深夜アニメは始まってると言っても過言ではないと思うので、ぜひともね、見たことがない人で深夜アニメが好きな人はぜひとも春日見てみてください。39位ご注文はうさぎですか。ちのちゃんが可愛い。3期も楽しみ。そして何よりもちのちゃんが可愛い。かわいい。37位からかい上手の高木さん到着でグランブル。高木さんがグランブル、高木さんがグランブル、いやいかん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 。まあ、そのでもグランブルに関してはギャグアニメの中でもかなり好きな方ですし、以前そのアニメ紹介1週間生活で紹介したアニメの一つなので、まあ、37位にグランブルが入ってたのは普通に素直に嬉しいですね。36位よりもい。うーん、マジか。みんな見てないのか。意外とその僕のアニメ好きのリア友なんかもその好きなアニメトップ3に、まあ、このよりもいは入るって言ったらしい。まあ、僕自身もその感動アニメでもしランキングをつけたらトップ5には少なくとも食い込んでくるようなアニメなので、まあ、もっと上かなと僕的には思っておりました。35位エロ漫画先生。エロ漫画先生が35位にランクイン。ちょっとまあそのタイトルはものすごいものがありますけど、ラノベ作家の兄と実は兄が描いているそのライトノベルラノベのイラストレーターを担当している義理の妹の2人が中心に描かれていく作家系の作品なんですけど、本当にそのタイトルに似つかずマジで感動できるし、何よりもその燃えることは間違いないと思うので、見てない人はぜひとも見ていてください。続いて33位、俺の妹はこんなに可愛いわけがない。到着で僕は友達が少ない。はがない、ここで来ました。その僕のアニメランキングナンバーワンのはがないに投票してくださった心優しきイラタメのみんな、そしてはがないを愛してくださってる皆さん、トップ50にはがないが入ることができました。投票してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。続いて32位、進撃の巨人漫画の理解がもう僕には追いつきません。30位、マサムネくんのリベンジ到着でバイオレットエヴァーガーデン。その昔のデブ時代に振られてしまった主人公がイケメンになって、その振られた美少女かっこあだがきあきかわいすぎるにリベンジしていくというすごく珍しいラブコメの形で本当に面白いですし、バイオレットに関してはその神作画でまあとても有名でして、その映画は悲しくも延期になってしまいましたが、すごくすごく楽しみですし、まあそのマサムネに関しては意外と高いなと思いましたけど、バイオレットはそのもっと高くてもいいんじゃないのか
かなと僕的には思いました。29位評価で、こちらもそのバイオレットと同じく京都アニメーションさん、その京アニの名作で推理と学園青春をかけたかなり珍しいタイプのアニメ作品ですし、そのすごく深いので見たことがない人にはぜひと見てほしいなと思っております。続いて28位物語シリーズ、ちょっとその僕は化け物語しか見れてないので、早急に特にそのこういう時間がある時にこそ最後まで見たいなと思っております。26位なぎなすから並んで縦の勇者の成り上がり、ちょっとその縦勇者がこのぐらいの順位にあるのは意外と高いなと思いましたが、なぎなすに関してはもうちょっと上でもいいのかなと僕的には思っております。で少年少女の恋愛と青春が綺麗な海を通じて描かれていくんですけど、そのただキラキラとした青春なだけじゃなく、少しドロッとしたその関係性、恋愛関係が混じってるのがすごく面白いので、見てない人には絶対に見てほしいなと思っております。はい、とりあえずその半分まで進んできたんですけど、いかがでしたでしょうか。ここからもう本当にそのガチガチでギチギチなランキングになってるので、皆さん期待しておいてください。それでは25位以降を見ていきましょう。25位月が綺麗、恋愛アニメの最高峰、しかもその中学生という時間もお金もない、そんな子たちのピュアで純粋な恋愛模様を描いてるのがすごくいいんですよね。24位寄宿学校のジュリエット、ペルシアタマジ天使。以上、23位中二病でも恋がしたい、夢ならたくさん見たで、おなじみ中二恋がここでランクイン。もう本当にその丁寧なんですよね、手の動きから目線、あとそのキャラの癖とかにも可愛さやその心情の移り変わりがすごく細かく丁寧に映ってるので、まあ、この順位なのも本当にすごく納得ができますよね。続いて22位ニセ恋。そうニセ恋は結構その生配信とかしてても、3期ってどうなんですか、やるんですかっていうコメントを僕自身多くいただくし、そのまあ大体そのコメント、大体っていうかコメントいただくコメントは全部読んでるんですけど、そのコメント欄でもよくその名前がタイトルが出てくる作品なのですごく人気だし、そのなぜかその僕はこの作品はそこまで深くはそのぶっ刺さらなかったんですが、この順位からも人気なんだなと改めて思わされました。21位エンジェルビーツ、マジで最高。そのもう12話完結だったのがもはやその悔しい、そのこれがワンクールじゃなくてツークールだったらもうどれだけそのもう神の領域になってたんじゃないのかっていう、そういうなんかもはや悔しいっていう謎の感情が湧いてくるぐらいに本当にもう最高な作品でして、キーというゲームが原作の作品なんですけど、そのもうキャラがすごくいいんですよね。で一度見たらその記憶から離れることがない、そんなもう神シーンの連続的なアニメになってるので、見てない人はぜひとも見てほしいし、その僕的にはもっと高い順位なのかなと正直思っておりました。20位とあるシリーズ、もうマジか、そのめちゃくちゃ嬉しくないですか。そのこういうランキングとかってその意外にとあるシリーズって入らないものが結構多いと思うんですけど、20位にとあるシリーズが入ってたのはマジで嬉しい。で19位魔法科高校の劣等生、劣等生はその僕が一番数多く見返してるアニメでして、その主人公の柴達也がもうマジで本当にかっこよすぎるので、主人公最強好きの人は必ず見てみてください。であとその7月から来訪者編その2期も始まるので、まあ、見るなら今のうちなのかなと思っています。18位4月は君の嘘、その僕が一番感動したアニメ、まあ、なのでその感動したい人はぜひとも見てみてください。あとそのオープニングの光るならマジで最高でございます。17位ノーゲームノーライフ、その正直その野毛がここまで高いのはめちゃくちゃ嬉しい。でそれにしてもそのクオリティが高すぎるんですよね。その野毛を手掛けたスタッフ陣は今本当にもう大物になりすぎて、制作スタッフを集めるだけでお金がバカかかるから、その2期をやるのはきついって話も出てるぐらいレベルの高すぎる作品だし、本当に原作もぜひ読んでほしいなと思います。16位トラドラ、ラブコメの原点にして頂点、そんな風にも言われてる作品がここでランクイン。そのまあ10年前でも色褪せないこの作品はやっぱすごいものがあるんだなと改めて思い知らされました。15位クラナド、もうさすがですよね、もう殿堂入りでしょこれは。そのいろんなところで多く語られてるので特に僕は語りませんが、まあ、強いて言うならばアフターストーリーまで必ず見ていてください。クラナドは人生と言われてる理由がそこでわかると思います。14位コードギアス、そのリスナーさんにめちゃくちゃおすすめされて、ようやくこの間っていうかまあちょっと前に見たんですけど、くっそ面白かった。特に本当にこういう長期期間にこそまだ見てない人にはぜひと見てほしいなと思っております。13位フェイトシリーズ、バトルシーンのクオリティで言ったらフェイトの右に出るものはいない、それぐらいそのバトルシーンのクオリティが高い作品で、ぬるぬる動くし止まることが一切ない、そしてエフェクトはそれはもうものすごいものになってるので、ぜひというより絶対に見てみてください。ちなみにですが僕は一番ゼロが大好きでございます。続いて12位かぐや様を告らしたい、3期もさすがのクオリティで進んでいますが、まあ、本当にもう延期にならないかが僕はすごく不安でございます。結論早坂が可愛い。11位スタインズゲート、下着がトップ10からこぼれてしまったか、お可愛いこと。まあでもそのどんな本当にランキングでもトップ10付近には最低でも位置するこの下着のレベルの高さはやっぱりすごいんだなと改めて思い知らされました。はい、ということで超爆速で10位まで進んできましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、僕的にはやっぱその20位にとあるが入ったことがとても嬉しかったです。それでは最後トップ10の発表に移っていきましょう。第10位シャーロット、まあ、こちらもそのキーさんが手掛けるゲーム原作のアニメでして、よくそのエンジェルビーツとどっちがいいって僕自身聞かれるんですが、まあ、僕は正直エンジェルビーツの方が好きです。だけどその人生友情家族の大切さ、これらのことをよくその考
考えさせてくれる、そんな作品なので、まあ、見てない人は絶対に見てみてください。9位、ヨークと実力主義主義の教室、妖術がここでランクイン。その僕が一番アニメの続きをライトノベル、ラノベで読んでほしい、そんな作品でもあるし、愛してる作品なんですが、いろんな意味でちょっとそのアニメに関しては嫌われたりもしてしまってるので、アニメでハマった方は絶対に絶対にマジで原作を追ってみてください。お願いします。続いて8位、このスババカ笑える、マジでバカ笑える。7位、桜草のペットな彼女。桜草が7位ですよ皆さん。その僕はもう本当にもう嬉しすぎてたまらん。でそのまあ僕がこんだけめちゃくちゃ推してるから入れてる方もまあ中にはいるかもしれないですけど、それにしても嬉しすぎる。マシロが可愛すぎる。俺はマシロ当番になりたいんじゃーい。続いて6位、冴えないヒロインの育て方。いつも一緒に食卓を囲み、いつも一緒にお風呂に入って、いつも一緒に寝ている、そんな寝食を共にしている私の嫁霞ヶ丘歌が出演しているこちらのアニメ、もちろん言うまでもなく最高でございます。6位も納得の順位でございます。5位、五等分の花嫁。アニメに関してはまあちょっといろいろすごいものがありますが、それでも内容はめちゃくちゃ面白いですし、その原作の方も先日大団円で完結を迎えたので、秋放送の2期をみんなで楽しみに待ちましょう。4位、リゼロから始める異世界生活。その投票動画のコメント欄を見てると、リゼロからそのアニメに入っているって方が一番多く見受けられたので、意外とそうなんだなと僕的には思いました。電気になってしまって辛いものはありますが、2期ももうすぐ始まるので本当にちょっといろいろしんどいところはありますが、楽しみに待ちたいと思います。それではここからトップ3。第3位、ソーダアートオンライン。その僕はこの SAO、まあ、そのもっと細かく言うと2012年9月9日放送、第10話紅の殺意のアスナの下着のシーンで、僕はまあこの深夜アニメというものに、まあ、どっぷりとハマり始めたんですけど、その人生を通してお世話になってる作品なので、本当に思い出で言ったら本当にもうダントツで一番の作品になってるのかなと僕的には思っております。ラリシゼーション編最終章、心待ちにしております。そしたら残るところあと2つですね。第2位、舞さん。第2位は皆さんお待ちかね、舞さんがランクイン。もういやさすがですね。そのまあ原作がしっかりしてる、原作が超丁寧に作り込まれてるからこそのあの深いストーリー内容になってると思うんですが、あれほど没入感たっぷりで集中できる作品はなかなかないですし、江ノ島っていう世界観を綺麗に描いてるのもすごく僕的には好きなポイントでございます。舞さん好きだー。そうしましたら皆さん大変お待たせいたしました。1万票から選ばれたみんなで作るアニメランキング第1位は解決ゾロリです。あ、ま、間違えた間違えた、ハクション大魔王です。こちらの作品気を取り直して、第1話やはり俺の青春ラブコメは間違っている。おめでとうございます。まあもう深い、とにかく深い。そう、何回見ても完全に理解しきれないあたりもやっぱりすごいなと思いますし、そう、実はその俺ガイルのドラマ CD を聞きながら今回のこのランキングの集計を行っていたんですけど、本当にその各キャラがマジでぶっ飛んでいるなと思ったんですよね。先生からピンク髪のヒロイン、そしてその清楚系の僕の彼女を通して、最後は材木座ヨシテルに至るまで、全てのキャラが本当に濃いなと改めてそのドラマ CD を聞いてて思ったので、内容ももちろんそうですが、濃いキャラたちがこの作品がここまで愛されている、その何よりもの要因になるかなと僕的には思いました。てかなんで俺は引きがや8万に生まれなかったんだよ。はい、いかがだったでしょうか。以上が1万票以上の中から選ばれたアニメランキングトップ50でございました。本当はもっとそれぞれのアニメについて深く語りたかったし、その動画の尺さえ気にしなければ何時間もかけてゆっくりと見ていきたかったんですが、その辺はコメント欄とかで語り合えたらいいのかなと思っております。ぜひですね、皆さんのおすすめのアニメや、このアニメが入ってないのはおかしいだろう、なんでこのアニメがこの順位なんだとかあれば、この動画のコメント欄で盛り上がりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この企画が好評ならまたやりたいと思うので、またやってほしいよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。